えい、じゃあ続きやっていきましょう。5月28日の阪神戦からでございやす。誰だ相手の松本って。元西武の松本か。そういやあいついねえな。元西武の松本くんは阪神に行ったのかな。阪神甲子園球場。あー、あれか、阪神の足引っ張ってんのか。違った。2回の表、これから普通にパワープロがあった。あー、お前か。球速の遅い雰囲気があるお前かだよな。計測124キロ、コントロール A、スタミナ A、対ピンチ A、対左 A、伸び A、 尻上がりプラスリリース持ち、なんと厄介な。第9投げました。中継ぎで来られても嫌なタイプだけど、先発で来られても嫌なタイプだ。第2球打ちました。エースかっこ笑いがさ、もう3失点してるんだよ。平常運転ってことでよろしい。投球これから4球目。うえ、高速スライダー決まってストライク。怖。追い込んで投げた、外角高め、ボール。さあ何で来る。第6球を投げた、おっしゃー、強烈、いった、ありがとうございます。おかげさまで月へ向かって打て達成でございます。ソロホームラン。リプレイをご覧ください。ライオンズ追う展開で迎える3回です。セリーグ今3位なのか。打撃の活躍、ユウスケ初球から打った。全力ストレートにめっちゃ刺される。あれ筒香だ。取りました。これで3アウト。ライオン、へえ、筒香って今阪神いるんだ。へえ、え、転生とかではないよね多分。普通にメジャー帰りでだよね。いらないですねこんなの。中田翔を抱えるようなもんじゃないですか。何こいつめっちゃ強え。あ、しかもこれ出身地が設定されてるってことはガチで俺が作ったキャラじゃねえやつだ。キモ。第9なんで阪神は勝てないの。第2球、えい、打ちました、痛烈、うまっ、いった、ナックル打ちの男が戻ってまいりました。変化量あの程度なら打てないとまずいよな、ナックルって。高めに投げてくれてるしな。第9一緒や、打っても。第2球投げた、ボール。俺しか今日立てた稼いでねえじゃねえか。第3球ぶち殺すぞ。これはいい当たりだ、いった。あ、そうだ、メガネ。これで2打席連続のホームラン。メガネと思ったら下の階まで取りに行かないといけないからめんどくさいからいいや。ライオンズ一緒や、打っても。ライオンズ大差で敗れました。さて本日の、俺しか今日打点稼いでない。なってんのマジ君さ。あんな遅い球のやつも打てないし、でも逆にあそこまで強ければ南東派っていうか緩急派のピッチャー、技巧派か、技巧派のピッチャーも活躍できるんだね。すごいな。あそこまで強くすれば技巧派でもいけるっていうのがすごい意外な事実すぎるんだけど。連携練習できる人いないんだけど、どうすればいいの。これは誰に守備練習付き合ってもらえばいいの。一人でやれって言われたらそれまでなんだけど、誰に付き合ってもらえばいいの。悲しいなあ。ああ。阪神甲子園。ツーアウトランナー一塁という場面で、打撃の神様ユウスケ一塁タッチセーフ。これガチの山本では。そういえば。あれか、日ハムに見切りをつけたんだっけ。強いな。日ハムなんていらないって言って出てったんじゃなかったっけ。ホークスキラー持ってる。はい、第9投げました、決まってストライク。いきなり155キロ。
第2球投げました、流し打ち取ってアウト、スリーアウトチェンジ。確か中日キラー持ってるはずなんだけど、未だになくらならないですね。中日キラー追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で打撃の神様ユウスケ、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れて打った、山本取った、あめだこれ、アウト、スリーアウトチェンジ。やっぱ嫌いだわ。ライオンズリードで迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で初球を打ってきました。三塁線転がした、超うまかった今。第2球、ここは送りバント、ピッチャーへ転がした、めちゃくちゃうまいバントだった。アウト、さあ得点圏になる。遊んでたらいつの間にか2点差にされてたでござる。何としても得点を上げたい9回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、どっちの谷内くん、いやまあ強い方の谷内は、あうんうん、お前いいパス投げてきたらブチ切れるからな俺は。第9、バッターの足元、そういう方の谷内は楽天にいたわ。そういえば、うわ打ちました、ショート左横のフライ、打てるかなたま、これでワンアウト。今変な声出たわマジで、勝ったわライオンズ、1点差で逃げ切りました。そして勝ったわ。あの展開から谷内が負けるルートってありえんの？びっくりするんだけど。いやー普通に考えたらな、はあ、阪神甲子園球場です。阪神タイガース対埼玉西武ライオンズセパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。タイガースおおって思ったけど2アウトだ。ライオンズ先制のチャンスを迎えました。2アウトランナー3塁という場面で初球流し打ち、3塁線、いい当たりですが左に切れていきます。2球目ストライク。ニート打ちするときはね、あの初球打ちしちゃいけないなっていうのをね、やっと分かりました。レフト前のヒットになります。初球丸ついてるとさ、変なとこ飛んでくっぽいんだよなボール。ユウスケタイムリーツーベース、ライオンズなおもチャンス。おライオンズ追加点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で打撃の神打ちました。初球打ち、よくない、何もよくない。中野自らベースを踏んでスリーアウト。ライオンズ満塁のランナー残塁。2回の表が終わって4対2です。ライオンズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、スライダー持ちちゃう。待って、今気づいたわ、お前なんか頭おかしいな。こいつをビハインド登板にするほど投手に余裕があるのか阪神は。そりゃ強えわ。シンカー7、スライダー5、横のスライダーも3。なんだこいつ。第2球、待てバントすればよかった。アウト、ライオンズなおもチャンス。ライオンズリードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で打撃の神様ユウスケ打ちました。危ね。第2球投げました、ストライク、バッター追い込まれました。入ってんのかそれ。投球はこれから3球目。あんだけさコントロール良くて一発持ちっていうのも不思議だよな。タイミングが合いません。タイガースファンの思いが詰まった。同点で迎える9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、おらー打った、強い当たり、入れば勝ち越しだ。座ってろ外人。センター見上げた、リプレイで、よし、ライオンズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローはアンダーウッド、本当に今日は大活躍でした。なんか今野くんのセーブ数が最近増えてきた気がするね。てかよくあの位置打ってホームランにできたな。
びっくりなんだけど、もうそんだけパワーがついてきたってことか。このゲームな、成長を止めることができないからな、昔からだけど。うん、バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズ、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。2アウトランナー1塁という場面で打撃の神様ユウスケ、危ない球、岡島くん第2球、残念だったのが、俺は中日キラーだ。第3球は中日キラーに不可能はない。どうだ、切れていきます、あるんだよな。第4球をめっちゃストレートでゴリ押してくんなこいつ、緩急丸とは。投球これから5球目、無理、三振、バットアウト、バットが空を切りました。ライオンズ無得点で終了です。はあ、同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で打撃の神様ユウスケ、今日の第1打席はスイングアウト。アルバート君走って、第9投げた、あっとショーフライになった、掴みました、バントすらできひん、失敗なあこれ。試合は後半6回に入ります。バッター、打撃の神様ユウスケ、初球を打ちました、これは内野フライ、もうダメだ、取りました、これでワンアウト。今日はマジでダメな日だ。ライオンズ大展開で迎える8回です。バッター、打撃の神様ユウスケ、1球目ストライクから、なんやこの清水、普通に優秀な匂いがする。うちの清水と交換してくれません。1つ外したボール、第4球を投げた、あーはー、空振り三振、くっそ、8回の表が終わってライオンズ1点差に届かない。しんどいな。今シーズンあれじゃない、歴代最低打率いくんじゃない、ワンちゃん。ありがとうございます、アイちゃん、毎日毎日電話くれて悲しくなっちゃうな。さあ、何もできない。ああ、バンテリンドーム名古屋、ツーアウトランナー一塁という場面で打撃の神様ユウスケ、投球ストライク、二塁送球、珍しく走ったな、あの氷炭が。アルバート今シーズン二塁へ牽制を送ります。あの白氷炭が走ったな、珍しく。第2球投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。いつも牽制刺されるだけ刺されて走らないのに。ボール、第4球を、おら、空振り三振、さあリプレイです。ライオン、0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打撃の流し打ち、ファール、第2球投げた、打った流し打ち、落ちねえかな、レフト前に出る、うん、エラーか今の。ユウスケナイスバッティングです。微妙にヘッダー、ライオンズ大展開で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で打撃の神様、はい、ユース流し打ち、どうだ、いいね、そんだけスプリット投げてくれるんだったら俺スプリット狙い打ちするわ。一塁へ牽制球を送ります、強振で、第2球投げました、めっちゃスプリット投げてくるな、本当に。なんだろう、嫌なことでもあったのかな。ユースケいいバッティングを見せました。ライオンズ同点の、さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、打撃の神様、あれ球、大きな声援が届いています。コントロールが悪すぎる。打った、これは強烈、入れば逆転だ。打球はその何2球続けて同じとこボール投げてくんだろうな。ホームラン、第39号逆転。今の逆転のシーンリプレイでご覧ください。気持ちいいですね。やっぱホームラン打ってる時が一番いいよ。さて本日のヒーローはユウスケ、
本当に。いやー最近マジチャンスの打率いいな。今シーズン上がるんじゃないか。打率は下がるけどチャンスの得能は取れる気がする。打率は下がるけど。あれ？ん？愛ちゃんそんな話あった？あ、男の子だって。あ、すいません。ガチで知らないんですけど、そんな話ありました？あれ？去年の今頃にあったんだっけ？グアンさ、マジで名前考えつかないんですけど、どうしよっかな。何がいいかな。何がいいかな。あれだ、絶対こっちの方で変換した方が早い。はい、こんなんでいいや。ゆうとくん、はあ、びっくりした。愛ちゃん心臓に悪いっすわ。そういや第二子の話全然ないよなっていう話してたけど、あれ？あれれれれれれれ？バンテリンドーム名古屋です。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で打撃の神様ユウスケ、ってなるんだけど、投げました、あ、打ちました、宇野、落下点に入った、掴んでこれで3アウトになります。ライオンズ二塁までランナーを進めます。マウンド上ピック1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。あれてかいつの間にかなりきりプレイだ。バッターは赤星、第2球、動揺しすぎやろ。投げました、低め外角ストライク、タイミング合いません。ほい、投げました、打った、切れていきます、ファール、投げた、打ちました、オッケー、掴んだ、ナイス、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ツーアウトランナー一塁という場面で長川第9初球を打った、抜けた、ファーストランナーの名前面白かったな。ドイッチ、ナイスバッティングです。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第2球投げた、ボール、第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、投げた、打ちました、うわ、ファールボール。第5球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ほほほほ、ライオンズここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー2点入って3点取られそうになる。低めストライク、投げました、空振り三振、カリスマーズ見事なピッ、バッターは石田になら当てても俺が許す。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。決まった、ストライク、第3球、低め、かさ、レッドスターが威圧感持ってんのマジ腹立つんだよな。ライオンズリードで迎える3回です。こっちのコントロール下げてあげく、ルーギー出たら走りまくるんでしょう。性格悪くない相手。投球これから2球目。ほら前飛ばしてんじゃねえボケ。後ろ飛ばせ後ろ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で打撃の神様、初球から打ってった、一塁送球、ミート打ちでも前飛ばないの一番やばいよな。三塁ランナー残塁に終わりました。ライオンズここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で頼れる助っ人クラウザー、今日はセカンドゴロとセカンドライナー、
投げました。直球ストライク。インローへ。モロタ。追い込んでいます。あれ？アウトロー。高速シュート外れたボール。打ちました。痛烈。入れば逆転。入った入った。ホームラン。それは知らん。逆転の場面、映像でご覧いただきましょう。ネオサーブ。はい。第9球。打ちました。初球打ち。チャンス打率4割6分の男を舐めるな。お前は暴走するんじゃねえ、ハゲ。セーフだからよかったけど。ユウスケタイムリーヒット、初安打。ライオン。さあさあさあ、ツーアウトランナー一塁三塁という場面でアンダーウッド。カットボールはボール。ゴー。第2球、ランナースタートを切った。キャッチャー二塁。大丈夫。間に合うか。二塁セーフ。あぶねえ。重要な場面で通る。なんか今すげえ PC っていうかプレステ重くなかった。ライオンズ、ここはなんか嫌なことでもありました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で守備の名手高橋、第3球を投げました。オッケー。これはヒットになります。中継。ドラゴンズ、さらに点を返しました。あれですかね。ドラゴンズクオリティってやつですかね。第9投げました。ストライク。いきなり154キロ。第3球を投げました。危ない球。次は4球目投げた。あ、打った。ファール。勝ちそうな雰囲気をファンに見せつけておいて急に地の底に叩き落とす。ドラゴンズクオリティって、あーでもあれだわ、よく考えたらうちもそういう傾向あるんだわ。リーグ優勝してもね、リーグ優勝しても日本一になれないチームですから。直球見送ってストライク。第3球を投げた。あーっと、ショーフライだった。日本一になれないどころか日本シリーズにすら出てない。投げました。打ちました。いい当たり。やだよな、短期決戦弱いチームって。長川、三塁回った。まずは同点。岡林タイムリーツーベースヒット。ライオンズなおもピンチ。リプレイでノーアウトランナー二塁三塁。なんでレッドスター帰ってこなかったんやろ。ライト前進してくる。なめくされてね。ライトバックホーム。続いて二塁ランナーも今ホームイン。ドラゴンズこの回3点目。9対7。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは打撃の神様ユウスケ。初球から打ってった。センター交代。掴みました。ここは意地を見せてほしい。ライオンズ敗れました。さて本日、まあええか、褒められたしええか。チャンスで打つのが4番です。いらないところでホームランを打つのが4番ではないです。愛ちゃんすげえなー。今家族のやつやったらどっちに、あー服ですか。しょうがねえなー。なぜか1歳児っていうか生まれたばかりの首を座ってない赤子の好感度も上がるという謎ゲーすぎるだろう。お、プレイヤーズデー久々だな。年一しかないもんだけどさ、プレイヤーズデーでした。プレイヤーズデー、悲しいなぁ。巨人の武田さんじゃないですか。あれ相手先発が嫌な名前。投げました。ストライク。野山本厳しい。あれだよ、負けるさんじゃないよ。見送ってストライク。俺のオリキャラの武田さんだよ。投げました。見逃す。多分下方向変化球2球種持ってる。ほらね。先制のチャンスです。なんだっけ、ナックルとスプリットとかじゃなかったっけな。だよな。第2球アウトコース低めボール。第3球を投げました。ストレート、ナックル狙いで。第4球をストレート、アウトコース低め空振り。終わった。第5球投げた。うわー、嫉妬。バットが空を切りました。反応できんよ。ライオンズリードで迎える3回です。
ワンアウトランナー一塁という場面で打撃打ちました。初球打ち。サード右横の思った以上に伸びてくる時あるんだよな。これでツーアウト。ジャイアンツ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で古山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。これは楽々セーフ、盗塁を許します。神内今シーズン追い込んでから第3球を、あ、やべ、操作ミスといた。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ライオンズ追いつかれました。1対1。古山タイムリーツーベース。左バッターボクサー4番平原。ネクストバッターサークルに控えているのは吹田。第3球は一つ外してボール。投げた、空振り三振。先ほどのプレーです。バッターは5番吹田。緊迫した場面が続きます。初球を打ちました。ライト前クリーンヒット。ライトバックホーム。ああいうシングルヒットだったらいい。ナイスバッティングです。右バッターボクサー6番デイ。ライオンこいつが先発の時は4点から5点取られると思ってたから、タイミング合いません。しょうがないね、エースかっこ笑いだからね。これは上がりすぎたか。本当にくたばってほしい。余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。4回谷内は好きだけどお前は好きじゃない。5回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは打撃の神様、はい、ユース。今日は3初球を打った。センター下がった。届くんそれ。これでワンアウト、ランナーはありません。ライオンズ同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー初球から打ってった。ヒットになります。ライトバックホーム。神内いいバッティングを見せました。先ほどタイムリーを放っている古山、打ちました。あっと引っ掛けた。フラフラッと上がった。押さえた。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。決まってストライク。投げました。インロー際どい球、ボール。投げました。スプリット見送ってストライク。投げました。三振。あぶ。では改めてバッターは勝てんのかな。怖いバッターが続きます。第2球投げました。変化球ストライク。アウトローへ投げました。インハイ、ボール。第4球をランナー走った。ストライクになった。無理無理。二塁はセーフ。いくらバズーカ送球でも無理。ベッタ流し打ち。切れていきます。無理なもんは無理。投げた。ケイサークルチェンジ。空振り三振。2者連続三振でピンチをしのぎます。隅田今日1失点で済んでんの奇跡じゃない。あの人ジャイアンツ追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、ぶっちゃけこれくらいの点差がいい。俺が操作できるから。セカンドライナー。次は4球目。投げた。大量に点差あってもダメだし、1点ビハインドでもダメ。ストレート。直球決まってストライク。投球これから2球目。内角低め、ボール。第3球を仕掛けていく技巧派の人間だからね、この人はね。インローへ変化球外れてボール。投げた。ここはフォアボールになります。第9球ボール。てかさ、第2球、今の時代でさ、第3球は総力 D とか E とか見るのってレアだよ。打ちました。マジで投げました。流し打ち。どうだ。俺が陸上部ばっか作ってからいけねえんだけど、栄冠キャラに関しては。太田交番。ライオンズ追加点のチャンスです。やだ、また下2候補2候補2候補の人噛んだ。めっちゃ噛んだ。1三振。いった。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。レフト見上げた。ホームラン。最近確定演出あるホームラン少ないよね。ライオンズここはなんとかしのぎたい。本当に下手になったんだろうなって感じしちゃう。悲しくなってくる。下手になったわけではないような気がするけど。9回です。ツーアウトランナーなしという場面で東海の走り屋上内。スタンドからは大きな声援が上がっています。あれファルボール。あれ第4球を投げました。打った。ジャンプ。1、2塁間ライナー破っていった。上内ナイスバッティングです。バッターは指名打者古山。流し打ち。レフトへのフライダー取りました。てか抑えは終了。何清水が抑えやってんの。ライオンズ2点差で逃げ切りました。今野くんは今日試合出てたっけ。もしかして全然その辺確認してないんだけど、あいつもしかして試合出てた。あ、出てますね。9番 DH でだ。森使っとけばいいじゃん DH で。あ、リーグ最速40本おめでとうございます。ありがとうございます。本当
アスリートバットがへし折れたぜ。月に向かって打て3、これしかねえんだよもう。パワーが上がるくらいだよね。パワー2と総力が上がるくらい。あ、オールスターの話だ。オールスターファン投票が多分この日の試合が終わったらちょうど始まるんじゃないか。まだ始まってないよね。まあ、だからまあこの試合が終わったら始まるような気はするけども、今回はこの辺で終わりにします。ちょっとヤクルト戦まで行けなかったけど、まあ、うん、今度やるときにそこまでいければいいかなと思います。まあが今シーズンはまったりやってくってよりは交流戦なんかちゃんと見せたいな、たまにはって思ってるだけなので、まあ来週も交流戦頭からやって、でまあオールスターかなって感じになると思います。ということで、もし次回の動画でね、お会いしましょう。ありがとうございました。